先ほどの作戦では見事な活躍だったな。今はよし。来たかクロード。さあ、その程度か。レベルアップだ。これは支援。今日はここまでか。待ってましたよ。
できましたよ先輩。できました。マイルズ、ハーフェン号は走れそうか。ここではどうにも。パーツが焼けついちゃったみたいで、ここじゃ修理は無理そうです。低速でも動くうちに拠点へ戻りましょう。無茶させすぎたな。今回は応急処置だけして出発しよう。はい。ラズ、カイは？ああ、そう深い傷じゃなかった。縫えばじきくっつくみてえだ。動脈をやられたせいで出血がひどかったが、もう血は止まって、ったく生きた心地がしなかったぜ。自分のせいでカイがなんてことになったら。少しは僕たちの気持ちが分かったか。うん。君が無茶をするたび僕たちも生きた心地がしないんだ。そうか。そうなんだよ。でもまさかカイが負傷するなんてね。射撃でも格闘術でも僕らは勝てた試しがない。あの細っこい体のどこにあんな力があるんだかね。真面目な話、カイに傷をつける帝国兵なんていないと思ってたよ。お前、それあいつに聞かれたら殺されるぞ。問題ない、無線は切ってあるよ。さすが抜かりねえな。ありがとよ。どういたしまして。はい、冷たいお水。そこの小川で汲んできたの。拠点まではまだしばらくかかるから、少しでも水分補給しておいた方がいいわ。すまない、ありがとう。ひどい顔色。かなり出血したのね。気分は？大丈夫だ。さっきより随分マシになった。あの二人、何話してるのかしら。どうせよからぬ話だ。今度は何をしでかすか。そうね、特にラズは心配かも。いや、ああ見えてクロードも時々とんでもないことをしでかすぞ。うん、わかる。普段がああだから余計驚かされるのよね。こうして話してると子供の頃に戻ったみたい。私は随分変わっちゃったけど。それはいい方にか。あ、どうだろう。そうだったらいいけど。カイだって変わったわ。軍に入るなんて思わなかった。確かに運動神経は抜群だったけど、今やワンショットキラーですもの。戦争が変えていくんだ、何もかも。クロードはどうだ？え？悪い変化ばかりじゃないはずだ。特に。ええ、変わ
ったわね。これは白旗をあげるしかないわ。驚いたな、レイリーが素直に認めるとは。私も成長したの。いい変化ってわけだったらクロードに言ってやれ。そこまで大人にもなれないかな。そうだな、みんな変わった。変わらないものだってあるんだろう。までドロッドロ、熱いシャワー浴びたい。レイリー、申し訳ないけど作戦終了までは。分かってるわよ、行ってみただけ。俺はとにかく寝たいね。どんな安宿でも銃声の聞こえないベッドで自然と目が覚めるまで。ああ気持ちはわかる。僕はハーフェン号の整備を。あ、ちょっとマイルズ、フルフルじゃない。しっかりしなさい。みんな限界だ、今日はもう。ああ、カイは休んでくれ。僕たちは次の出撃に備えて。クロード、え、ミネルヴァ、分かってる。補給が済めばすぐに出撃する。ただハーフェン号が動かないんだ。僕は歩兵として先頭に。いいんだ。え、もういい、作戦は終わった。な、帝国が撤退を始めた。ジークヴァルラインを。だったら我々の勝利だ。勝利、ジークヴァルラインを破った。やった、やったぜクロード。俺たちがこの手で。やったわクロード。私、任務完了だ。みんな、連邦軍はジークヴァル海戦において帝国軍の撤退により辛くも勝利を収めた。戦死者多数、物資の消耗も多大なものだったが、大補給作戦が実行されているという報も届き、前線の士気がくじかれることはなかった。歴史に残る大海戦に勝利した喜びと高揚感が兵士たちを包んでいたのだ。こうして僕たちはまた一歩広大な帝国領土の奥へと踏み入った。その道が帝都へと、この戦争の終結へと続いているのだと信じて。5章、最前線の休日。ジークヴァルでの奮戦をたたえ、勲章が授与された。みんな聞いてくれ、 E 小隊に加わる。あ、キャッハー、サイモン・ビール様登場。オーディンと呼べ、トーマス・ケビン。
その名は塔の昔リリー・アシュリーです。私に近づくと不幸に。待ってましたよ。10月、山の木々は美しく色づき、実り豊かな秋の気配が深まっている。ジークバル海戦に勝利した連邦軍は、当初の想定通り帝都を目指し進軍を続けた。しかし国境付近の山岳地帯で思わぬ悪天候が続き、前線への補給は停滞。激戦を続けてきたレンジャー部隊には、補給到着まで待機せよとの命令が下った。一方、反攻も予想された帝国軍だが、未だ目立った動きはない。残存戦力を帝都に集め、守りを固めているのだろうか。ともかく今は楽しもう。食って湧いた
ひとときの余暇を。いいことじゃないか、のどかなのは。不死身のラズ様はいつでもマシンガンを乱射してないと落ち着かないの？そうは言ってねえだろ。ただ、帝都を目の前に進撃の勢いをそがれた、それが不満なんだよ、ラズは。お前だってそうだろ、クロード。あと二月もすりゃ雪が降り始めるぞ。二月って、一体いつも。足止めは南西部の山岳地帯の悪天候の影響だ。本国からの補給ルートが確保できれば。そりゃまあそうだろうけどよ。なあ、その南西部の悪天候ってやつは一体いつか。ラズ、風のお告げは万能じゃない。遠く離れた空のことまでは分からん。ただどうしたの？いや、この時期の山岳地帯に雨雲が停滞するのは珍しいから。例年なら山が好天続きになるのはもう少し遅い時期からなんだ。雨が続くのがこっちじゃなくてよかったわよね。待機続きで雨まで降っちゃたま。ともかくだ、俺たちに必要なのは肉と酒だ。足止め食った上、日に日に配給は減って、これじゃミイラになっちまうぜ。ミイラね。今朝私のベーコンを盗み食いしたのは誰だ？お前は食いきれねえみたいだから代わりに食ってやったんだろうがよ。それはゆっくりとパンを味わっていたからだ。あ、見て、見えてきたわよ。あの町がアインヘムとか。良さそうな町だ。ラズ、念願の補給ができるぞ。よっしゃ、肉、酒、綺麗なお姉ちゃん。ただし自腹だけどな。占領したばかりの敵国領だ。風紀を。へえ、本当にちっこい割に活気があるじゃねえか。ほとんど無傷のまま連邦が占拠したからね。帝国町の機能はそっくりそのまま生きてるってことね。しかし自腹で補給なんてケチな話じゃねえか。ジャーキーもアルコールも嗜好品扱いだ。軍費からは出せないよ。あ、当然甘いものも。ラズ、今朝のベーコン倍にして返してもらうぞ。それができないのなら、これから毎食お前のパンを一つもらい受ける。わかったよ。有金全部使ってこの町のベーコンを買い占め。おい、マイルズ、お前も来い。ああ、僕は予定があるんです。先輩と戦車の部品を探そうって話、他の部隊のやつから聞いたんですけど。て、悔しいですけど帝国製は物がいいですからね。バカ野郎、お前はこっちだ。え？俺たちと来いっつってんだよ。え？あいつらは私が監督する、安心しろ。かいってば、そんなにおなか。あ、待ちなさいラグナ。ずっと車上だったから少し散歩したいのかな。それを言うなら。そうだね。じゃあ僕たちも行こっか。
行く？ラグナの後を追いかけるんだ。そうよね。バカにしな。早く来なさいよ。揺れるぜ。よし来た。やってやるぜ。行くぜ。やってやるぜ。行くぜ。始めるか。私の出番ね。頑張るわ。任せてくれ。いい風が吹いてる。展開する敵部隊を叩く。いい正体出撃するぞ。よし、出るぞ。やるか。
前進する。任せときな。俺様一人でやってやる。前進する。前進する。任せときな。
方ねえな。どれ、ちょいと見せてやるか。無駄な抵抗は大。ほらよ。どこだ？ダンサー、かっけえ！上出来だろ？拠点を奪われた。わかったわ。ねえな。どれ、ちょいと見せてやるか。ほらよ。なるほど。撃ってきやがった。ドキドキしちゃうわね。任せて。やるか。嫌がって。撃つぞ。あれよ。よくやった。さすがだ。任せときな。敵の待ち伏せを警戒せよ。任せとけって。任せとけって。やっぱ戦車はいいよな。上出来だろ。敵拠点を押す。
ちょいと揺れるぜ。やってやるぜ。私の出番ね。頑張るわ。任せてくれ。いい風が吹いてる。始めるか。頑張るわ。行くぜ。展開する敵部隊を叩く。E招待出撃するぞ。行動開始だ。いたぞ。敵へ発見。無駄な抵抗は大変。Get the man! Get the man! Get the man!
わ。許してね。任せときな。俺を誰だと思ってやがれ。うらうら。やられたか。いたぜ、敵だ。注意の警戒を。わかったわ。行動開始だ。前進する。風を感じに行こう。攻撃だ。よけ。わかった。一人の方が気楽でいいぜ。そこか、そこか。攻撃の手を緩めないでください。よし、任せときな。見つけたぜ。撃ってきました。いないで。くそ。撃ち方はじめ。ドキドキしちゃうわね。許してね。やった。いいぞ、この調子だ。一緒に頑張りましょう。なんとか先生を維持してください。行くわよ。任せときな。俺を誰だと思ってやがれ。軽くひねってやるよ。
ところどれくらいいると思います？ラズナ兄貴、見ててくれ。許してね。やるじゃねえか。私に任せて。する。援護するよ。やりましたね。ランダースを確認せよ。よし、出るぞ。教えてくれる。行動開始だ。ターゲット確認。甘いな。よし、出るぞ。ここだ。さすがですね。
敵発見。前に進め。よし、行けるな。あいつは俺に任せろ。行くわよ。中は任せたぜ。一緒に行ってやる。これでも食らえ。いつでもかかってきやがれ。攻撃無敵だぜ。なるほど、できるな。これを誰だと思ってやがれ。場所は軽いぞ。行くぜ。やったな。いたぜ、敵だ。よし、拠点を押さえたぜ。拠点を恨むんじゃねえぞ。なるほど。行動開始だ。前進する。やり遂げる。ソラが教えてくれる。撃て。味方がやられました。分かったわ。許してね。
風を感じに行こう。ねえな。やるか。戦車ってのはいいもんだ。前進する。敵の側面。やってやるか。どれ、ちょいと見せてやるか。やるか。
風を感じに行こう。占拠したよ。敵拠点を押さえたぞ。待ってました。ここ。